じゃあ、おとぴ、どうも、今井俊介です。はい。前はね、焼きまんじゅうとか、田村屋のお漬物とかね、王道のものをね、紹介してきました。で、また、王道のものってまた、群馬いっぱいあるんですけども、これから暖かくなる季節に向けて、面白そうなのがあったのでね、取り寄せてみました。それが、こちら。じゃーん。群馬県のアイスクリーム。はい、まあね、ただのねアイスクリームだと面白くないなと思って見てたんですけど、そうしたらね、よかったんですよ。これが納豆アイスって書いてあるんです。フリーズドライ納豆入りこんにゃくアイスって書いてあります。こんにゃくはね、ネギとこんにゃく、下仁田名産というね、上毛かるたがあるぐらい、まあ有名なので、こんにゃくはわかるんですが、そこにね、納豆が入ってるんですよ。なんで、なんかちょっと食べても許される感が出てきますよね。と思って、ちょっといっぱい買ってみました。味はね、バニラ、そしてマンゴー、コーヒー。この3種類を買ってみました。とりあえずバニラ味から行ってみようかなと思います。まあ、全部食べれないと思うので、バニラを食べてみて、それから考えたいと思います。ででん、うわ、おほ、まあ普通っすね。なるほど、確かに納豆入ってる。確かに納豆の味するぞこれ。まあバニラなんですけど、バニラって食べながらこう納豆の味がする。アイスにはない珍しいもちもち感があります。雪見大福の外側みたいなもちもち感だ。あれなんでしょうね、これがこんにゃく、この出すパワーなんでしょうね。おいしい。ああ、まあバニラはこんな感じ。もう絶対でも味を、その納豆の香りを隠せるのかわからないけども、このコーヒーをやってみる。シャキ。あら、あまり色が濃いめじゃないね。あ、でもこれほら見た感じ、納豆をちょっと隠してる感じある。いただきます。変わらずもちもち。あ、これは確実に納豆を隠せてます。納豆混ぜ込んだ時点で納豆を隠さなきゃいけないかどうかっていう問題はあるんですが、まあ万人に受けるとしたらこちらの方が納豆感は圧倒的に少ないです。あ、でもたまにいるな、たまに納豆来てるな、これ僕いるよみたいな。おいしい。これはでもこんにゃく粉が入ってるのはなんとなくありな気がします。すごいもちもちな感じになるのがすごいいい感じ。まあ群馬県は本当にこんにゃくの名産なので、ぜひ皆さんね、おでんに入れる際とか、水戸こんにゃくを買う時とか、ぜひね群馬県のこんにゃくをよろしくお願いします。やっぱね、最後納豆きた。でもまあ美味しいです。まずいとは言わないです。美味しいです。大丈夫。本当に美味しい。でもまあ納豆が嫌いな人は、少し最後のフリーズドライ納豆感がすごいあるので、まあおすすめはしないですが、まあ健康的にね納豆を食べてアイスをちょっとこう罪悪感なく食べるにはいいんじゃないかなと思います。はい。この
群馬県のフリーズドライ納豆アイス工房佐藤さん、これぜひ試したい方は試してみてください。はい、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。これからもね、いろいろとね取り組んでいきたいと思いますので、今後ともともよろしくお願いいたします。今井俊介でした。バイバーイ。